皆さんこんにちは、赤メインです。今回も全キャラダブ反企画マットマギー編ということでやっていきたいと思います。いやちょっとね、最近俺思うのが、このゲームのね、敵のヘリのスピードが異様に速いなっていう風に感じてるんですよね。だからもう初動ファイト終わったら残り5部隊とか6部隊しかいないみたいなことザラにあって、こんな環境じゃ俺ダブ反取れないんじゃないかなっていう風になんか思い始めたんですよね。いや別にこれあれですよ、いやちょ全然ダブ反取れそうにないな、あ、そうだ、ヘリが速いことにすれば言い訳できるなとかの、そういうことじゃなくて、本当に敵のヘリが速いんだよね。いや、本当に初動ファイト終わってからさ、ずっとなんか、おちんぽ、お散歩するだけのさ、おちんぽゲーム、お散歩ゲーミングだからさ、もう本当にこれ、初動で敵いっぱい来てくれ、マジで頼む。まあ、もう最低3波ぐらいは敵来てほしい。ちょ、これ、ここがマジで敵来るから、そこ行くわ。え、めっちゃ来てる !1、2、3、4、5波、え、あ、あぶねえ。でも今やばい。だいぶ降下中に右腕がジッターエイムしてたわ。ジッターエイムわかんない人のためにあの参考映像、俺の手元映像載せとくわ。武器ないのマジで、あ、オッケー。いや、お前またハボックやばい。お前よ、おい。どうした？お前、ぶっ殺すかんな、マジで、おい。初動エニアムは犯罪だぞ、おい。あー、悔しいねー。いや、初動エニアムはほんと犯罪だからな。まあ、ああいう犯罪者はね、僕がしっかりと縛いていきますと。まあ、初動エニアムはね、自分が使うとめっちゃ気持ちいいんだけどね。まあ、言うて俺もね、初動でハボクとか手に入れたら、あー、気持ちいい。僕の股間がハボッキしてきたとか言って多分ね、気持ちよくなると思うんで、まあ、あのレースの気持ちもわかる。まあ、でもやっぱり、ハボッキ使うやつは、犯罪者しかいないんで、もうそれこそターボチャージャーついたら、手のつけようなくなるんでね、いく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 とか言ったら、もう本当に暴れ出すんで、もうタボッキになる前に、しっかりとね、切除できてよかったかなと思います。いや、でも今シーズン、マジエネアも使うやつクソ増えたよな。まあ、多分フラットラインがクラフト武器になったからだろうね。あ、ちょっと待って、出てきた。オッケー。なんか今シーズン、そのさっきディボーションいつったけど、なんかプラチナ隊とかだとディボーション特有の高レートにエイム振り回されてさ、なんかもう旗から見てもわかるぐらいエイムぐるんぐるんなりながらディボーション打ってくるやつがいてさ、なんかもう自分の鼻を思うように制御できない子供の像みたいな感じになってんだよな。いいよ、そっちか。オッケー。いや、いいな、今回順調だぞ、マジで。いや、もうここ数試合マジで減り早すぎて、あ、ちょっと、いやー、マジか、それ取りたかったけど、まあいいや。そう、ここ数試合マジ減り早すぎてさ、ダメージを稼げるとか、そういう次元じゃなかったから。結構ローだな、あいつ。そう、マジで、こんだけ敵がいるのがもう気持ちいいわ。あ？左？いや、あいつスタン入ってんな、今。いや、無理か、でも。上行かれたか。でも待って、これ、さすがに多いな、てか。やばい。あのブラハやれんな。お前浮いてるぞ、それ。OK、ちょ、後ろ来る。大丈夫か？この警戒心ま、あ、よし、やばいやばい、やばい、あ、あ、あ、いや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 、奥よ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 、ああ、ちょ、まだいんのかよ、これ、ベスパ、やばいって、マジで。弾がもうない。あ、ちょ、弾ないよ。もうおじさんの金玉空っぽで種付けできないやつじゃねえ、そっちの弾じゃねえ。何の弾てか、金玉の弾かよ、お前、2発しか入ってねえのか、やばいだろ。なんで俺自分で自分に突っ込んでんだ。赤メインの金玉マル秘情報。赤メインは金玉に毛が生えてます。ありがとうございました。おい、お前の金玉にも毛生やすぞ。ああ、たまげ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 。ああ、たまげ。ああ、金玉の毛増量完了。このレースにはね、金玉に毛が生える呪いかけておきました。ああ、ちょっと待って、死体燃やしちゃった、やばい。ああ。延長しちゃう、もう、いや、ほんとこれわざとじゃないんで、競技シーンで解説されなくなっちゃう。いや、お前、それわざとだろって思うかもしれないけど、いや、違うんよ、マジで。マットマギーのアビリティ、俺、罰にしてるから、漁ってる時間違って、押しちゃうんだよね、罰を。で、死体が燃えるっていう。まあ、死体は燃えても僕の動画は燃えないですけどね。おい、みんな、右上を見てみろ。これがこの腐り切ったエイペックスの現状なんだよ。な？ラウンド1縮小中で、まだ縮小も終わってない。なのに、残り5部隊。誰がダブ反取れんだよバカ野郎。おかしいからね、初動で僕1200ダメージ出てるんですよ。これって今までだったら普通にダブ反取れてるペースだからね。うん、
やっぱりこのゲームはハンマーとかいうクソしょうもないバッチ制度を消すべきだと俺は思う。もうそういうなんかね、爪痕とかダブハンとかいうクソしょうもねえバッチがあるせいで、そういうバッチ欲しさに激戦区にね、勝てもしねえのに降りてって、まあ俺みたいなね、まあ猛者の餌になる奴らばっかなんだよ。まあだからね、そういう至るところで戦闘が初動たくさん起きて、もう気づいた時には残り5部隊しかいないっていう感じなんだよ。もうバッチなんてな、飾りだぞ、ただの言っとくけどな。もうダブハンとか爪痕なんて雑魚だからつけてるやつ、ほんとに。もうランクマッチとかで爪痕ダブハンとかつけてるやつで強いやつ見たことない、ガチで。悪いけど。そういうやつほど大体弱い。もう爪痕ダブハンつけてるやつの心境なんて、やっべえ、俺爪痕ダブハンかっけえ、あ、エイペックス女子キャリーしますよ、吐息はーとか言ってるなんかキモオタしかいないから、まあそういうね、爪痕ダブハンとかをみんな取ろうとしなくていいから。まあなのでね、皆さんおとなしくフルボッキチンポじゃない、フルキットパッチつけましょう。フルキットパッチ採用。あとそうだ、フルキットバッチで思い出したんですけれど、僕先日ねメンバーシップを作りまして、まあ一応ねプランが2つあって、190円の方と490円の方があって、まあ190円の方だと参加型生放送とか、まあそういういろんなのを限定生放送とかがあって、でプラス490円の方だとそういう参加型生放送とかスタンプ使えるにプラスして、僕がね週1ぐらいで限定動画公開していくんで、まあ、もしねメンバーシップ入りたい方いたらぜひ入ってください。ちなみに名前の横にフルキットバッチつきます。いるいるいる。いやもうクソエイムすぎる、マジで。でも絶対来る。いやもうマジでやばい、終わったわ。いやもう本当にクソ。もうこうやってさ急に来んだよマジで。もう絶対負けたわマジで、ゴミゲーがよ。もうそのいきなり OK。負けるわけねえだろ、ボケナスがよ。誰だ今俺が勝てねえとか思ったやつ。でもちょ、正直ね、今俺が負けると思っちゃったやつ、手挙げてほしい、画面の前で。ちょ、俺が負けると思ったやついるだろ、ちょ、手挙げて。あ、いいね、いっぱい手挙げてる人いるね。よし、脇の下に匂うんですぐその手下ろしてください。いや、もう俺マジ、エイペックス界のメンタリスト大悟になれるわ。絶対今画面の前で、あ、いや、あ、そんな脇に匂いました、ごめんなさい、とか言ってるだろ、みんな。そういうね、僕に負けてほしいと思っているアンチに対しても、まあ、しっかりとね、脇側で攻撃をしていくと。まあ、俺が攻撃された側なんだけどね。あいつ、俺らの物資漁っててマジでゴミだな。ハイエナしかできねえ野郎がよ。やっていく。残り3部内でどうやってあと2000ダメージ稼げつんだよ、マジで。いや、待って、それやばい。あっぷね、マジで。上くんの早、あいつら。え、これ別パテか。これ多分ここにラスト3パーティー全部集結してるわ。あ、やり合ってんな。ジャンパできた今。多分ジャンパで詰めてきたの別パだな今。いやマジ急に来んだよな。あのラストのパーティー全部いるってなるとワンチャンこれ出てきたぞ多分。いやめっちゃロー。いやこうやって地道に稼いだけど多分ワンチャンいける。あ、わあ。いや、わ。ちょ今マリオが喉に宿ってるわ。いや、わっ、わっ、うや、わっ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 、わ。いやもう希少すぎだろそれ、待ってんのやば、お前ら。あ、終わってるわもうこのゲーム。もうあいつらサービス終了まであそこいるわ絶対。もう無理だ。はい、ということでね、まあエレクトロニックアーツさんには、まあ、まずこのサービス終了までね、あそこにいるこのゴミどもをまずバン赤バンするっていうことと、そうですね、僕の生態がなぜかマリオになってしまったので、まあ、生態のね、マリオの修正のアップでお待ちしてほしいっていうところですかね。いやー、このカジュアルでダブハン取れる人、ほんとすごいと思うわ。うん。ほんとにね、減り早すぎて無理だもん。ほら、2600ダメージ。ね？まあ、でもこれ、俺悪くないっすね。はい、これ減り早すぎるのが悪いんで、まあ、ダブハン取れないのは、まあ、俺悪くないっすね。まあ、メンバーシップもね、たくさんの人入ってくれてるので、まあ、まだまだね、メンバーシップ募集してますので、ぜひメンバーシップもお待ちしています。
ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。